皆さんこんにちは、なにわダンサーの菅大輔です。しばらく投稿がストップしていてすいません。決してギターで遊びすぎていたわけではないと思います。暖かい季節になってきたので、今日は外で撮影をしたいと思ってこのようにセッティングしてみました。まあ、正直北海道出身の僕は大阪の夏、兵庫の夏というのがとても暑くてしんどいんですけれども、まだそこまで暑くないので、今ぐらいがちょうどいい季節かなと思います。今日は久しぶりということもあって、ちょっとフリートークスタイルで、お話だけさせてもらいたいと思うんですけれども、テーマは社交ダンスの未来大胆予想ということで、この未来といっても決して、その政治的な話、最近社交ダンス界が分裂してるとかね、そういう話でもなく、まあこう人口が減少するとか経済がどうなっていくとか、そういう話でもなく、純粋にアートとしてね、ダンスがどのように変化していくかということを、あくまでも僕自身の予想としてお話しさせていただきたいと思います。コーヒーでも片手に気楽に見ていただけると幸いです。なお、チャンネル登録していただける方はぜひ下のボタンをクリックしてください。それでは始めていきましょう。今日は一本撮りにチャレンジしたいと思います。なので途中噛んだり言葉に詰まったりするかもしれないんですが、まあ、僕のこの拙いトーク力どのぐらいできるのかっていうのを試してみたいと思います。はい、社交ダンスの未来の予想なんですけれども、まあ、結論から言ってしまうと、どんどん自由になっていくというふうに僕は捉えています。まあ、つまり例えばラテン、ルンバであったらルンバウォークとか、まあ、膝を伸ばしてとかね、股関節をしっかりストレッチさせて、で、セトリング、ローテーションっていうアクションをしてなどというテクニック、これは、まあ、普遍といいますか、しっかりとした基礎として確立していくんでしょうけれども、なんかそれだけ、それをしなければならないというものがだんだん減ってきて、もっとこんなこともあんなこともできるということが増えていくのではないかと思いますし、実際ここ20年30年とダンスの変遷を見ていっても、どんどん動きに自由が増してきています。ボールルームにも言えることで、ね、どのぐらいスウェイをかけて良いのかとか、どのようにスイングをしていったらいいのかとか言ったことが、音楽に合い、パートナーに合い、フロアと完璧なバランスを調和してできる、ね、その制約の中で自由というものは増していってるんだと思います。ここを大事なポイントで、自由と言って何でもぐちゃぐちゃに取り入れるというわけではないです。必ず男性と女性、この2人がペアになって、でそこで調和したダンス、ね、この範囲の中で自由は広がっていくんだと思うわけですね。さあ、もちろんそれは今までの変遷を見てきて、なんとなく僕が思っただけではありません。まあ、僕自身フィンランドに行き、師匠のユッカ先生にまず言われたのは、クラシックバレエをしなさいと。で、実際にヘルシンキのそのバレエクラスに入れられて、もう半分ヘルシンキの、フィンランド語ですね、フィンランド語で説明をされたり、まあ、英語を交えながらね、だから途中で訳が分からなくなったりしながら無理やりさせられて、本当にしんどい思いを最初はしたんですけれども、まあ社交ダンスね、ラテンを学びにヘルシンキに行って、そこでバレエを身につけさせられたり、あるいはアルゼンチンタンゴのクラス、ね、そういうのを受けてみたり、まあサルサね、そのような他のダンス、他のジャンルのダンスも取り入れて、でいろいろとこう新しいことを身につけるっていうね、そういうスタンスが、まあ、向こうでは結構一般的だなというふうに感じたわけです。でこれはユッカ先生、シルバ先生のそのフィンランド特有のものではなくて、ね、その後イタリアのベニスにトレーニングキャンプに行ったこともあるんですが、そこでは例えばブギウギっていうね、ダンス、あとはこうリフトする、そういう講習会、女性を持ち上げる、ね、そういうエキゼビションするの、そういう講習会なども、受けました。
ね、もちろん体のトレーニング、まあ、筋トレというかコアトレですかね、そのようなこともしてフィジカルのレベルを上げるということでさらに多くの表現ができる、そのようなことも学んでいきました。もちろん体を動かすことだけが全てではありません。過去の動画でもお話ししたことがありますが、ディスカッションする、何かテーマを決めて、まあ、芸術についてのディスカッション、モチベーションとか、まあ、考え方ですね、哲学というとちょっと大げさかもしれませんが、そのようなもののディスカッションもして、さらにダンスとは何かということを深めていく、このようなことを日夜皆さんやっているわけですね。そうなると何が起こるか、新しい発想になるわけですね。だから例えば、まあ、チャチャチャのダンスね、チャチャチャというダンスを一つ取り上げてみても、その中にもともとサンバにあったステップやフィーリングをチャチャチャのタイミングと音楽リズムで合わせるとどうなるかとか、まあ、ジャイブの要素を入れてみるとか、もしかしたらパソドブレのような要素をそこに入れることも可能なのかもしれません、ね、そのようなことをして新たなフィーリング、新たな表現、そのようなものをどんどん作っていくわけですね。話は飛びますが、ボールルームにおいてもそれは言えることです。テンダンスチャンピオンのヤークとティーナ、まあ、友達なんですけれども、その2人とスタンダードボールルームについて話をしていた時に、ね、あのどのぐらいこうスウェーをかけて良いのか、ある一つのフィギュアについて、そんな話をしていた時にヤークは、ね、バランスが崩れないギリギリのところまでやってみていいんじゃないかと、そんな風にも言ってました。なるほど、ね、なんかやりすぎるとオーバーだとか、もちろんそれも一つの価値観なんですけれども、さらに、ね、新たなこう扉を開くように自分の限界まで表現をしてみるというのも見てる側としてはとても面白いことだと思うのですね。それが伝統を破るとか、ね、なんかスポーツ的すぎるとか、まあ、そういう意見もあるとは思うんですけれどもね、それをあえてまあ崩していくというか、もう壊していく、これはすごく刺激的なことだと思うんですね。一本撮りするって言いましたけど、ちょっとブレイクします。早々に一本撮りは挫折したわけなんですけれども、なるべく編集せずにもう少しお話しさせていただきたいと思います。さて、ダンスが自由になるということは、レッスンの受け方とか、まあ、競技会とかの参加の仕方なども変わってくると思います。もちろん初心者の方、初めての方は何が何だかわからないところからスタートするので、一通りの基礎というものは教えてもらう必要があるかなとは思います、ね、ぐちゃぐちゃにやってしまうと、まあ、変な癖っていうんですか、そういうのはつけてほしくないので、それは基本を抑えてくださいけれども、基本が分かったらその後というのは、どんなダンスが正しいんですか、この質問はやめてほしいなと思います。正しいではなくて、どのようなダンスが美しいかということを考えてみてほしいと思うわけですね。で、そうすると答えは一つではなくなってくるわけです。さまざまな動き、リズムの取り方、パートナーとの関わり方に美しさは見出せる、そのようなことをコーチと受け手が一緒になって考えていく、そんなレッスンはとても刺激的です。どうしてもこうなんか正しいこと、例えば競技会で勝ち上がりたいってなると、どうやったら勝てるかみたいな、そんな話が出てくるんですね。そうすると、まあ、勝ち上がることが正しいみたいな価値観が凝り固まってしまうんですけれど、でももともとダンスっていうのは競い合うものだったんでしょうかね。もちろん僕も競技選手です。世界のブラックプールや UK 選手権などにも出場して競い合ってきているわけです。だから競技会を否定する気持ちは全くありません。ただそこでこう直線的な価値観っていうんですかね、勝てばいいみたいな、そういう価値観になるのはちょっとつまんないんじゃないかなっていうふうに思うわけですね。どのように踊るのが自分らしいのかとか、まあ、自分らしいはちょっと置いといても、どんなことができるのかを、まあ、まずやってみよう、もちろん怪我しない範囲でね、
で、やってみてどうですかっていうふうにコーチと確認をしてみる。で、そのコーチの懐の広さがそこで発揮されるわけですね。何でも、あ、それは間違いだよ、それは違うよ、ね、根拠もなく言ってしまうとちょっとやっぱりつまらないかなと思うので、あ、その動きをするならもっとこんな風にしたらいいんじゃないのとか、あ、そのリズムいいね、でもこのリズムはもっといいよみたいな、そういうやり取りができるととっても面白いと思いませんか。まあ、僕自身もそういう風にレッスンすることを心がけています。で、自分はまだまだそんなレベルじゃないっていうのはあんまり思わなくていいんじゃないかなと思うんですよね。うん、そのどのレベルに達したら表現のことを考えれるのかっていうと、少ない素材であっても表現することはできるし、もちろんそこで、基礎を磨いたり、ウォークをきれいにしたり、身体能力、体幹を鍛えたりするとできる材料が増えていくと。で、そうすると、まあ、もっと美しいものができる、そのような気持ちでいつでも表現するということにトライしていってほしいなと思うわけですね。で、世界では間違いなくそのようなことが行われていて、だからダンスは発展していくわけです。例えば10年前20年前30年前、いや、もう5年前でも結構です。そのようなダンスを見てみると今のダンスと違うわけですね。これは進化と言ったり発展と言ってしまうと先人の人たちとちょっとなんか軋轢が生まれそうなんですけど、決してそういうわけではないですよ。先人の人たちは素晴らしいです。でもそれを踏まえた私たちはもっと新しいことができるし、そしてきっと10年後20年後、まあ、僕がもっと年取ったらもっと全然違うダンス、全然違うというか、あ、こう新しくね、さらにいろんな要素を追加したダンスが生まれていくんだと思います。それはそのサルサやアルゼンチンタンゴ、もちろんバレエもブギウギとか、さまざまなダンスの要素が融合し、それを有効に取り入れていく、そんな風に未来は変わっていくんだろうなと思います。どうですか、この話を聞いて、うん、まあそうだなって思う人もいるかもしれないし、いや違うんじゃないかなっていう人もいるかもしれない、新しいことだと思ってくれる人もいれば、もうそんなこと知ってたよっていう人もいると思うんですよね。僕の願いは、僕自身が生徒さんたちに教える時がそうなんですけれど、ダンスというものを、まあ、こう狭い世界に押し縮めてしまわないで、そこからさまざまな経験や、まあ、感性が生まれていく、そういう、ものを、ことを願っているわけです。はい、今日はまあ単純にこう喋るだけだったわけです。自分の意見主張を喋ってみたわけですけれども、ぜひ皆さんも何かこう新しいこと、ね、違ったことを考えていっていただけると僕はとっても嬉しいです。それではまた会いましょう。